皆さんは歌っていたら音程を外してしまったなんてことありませんか？それアメリカでは法律違反になってしまうかもしれません。こんにちは、風刺です。今回はアメリカの変な法律22選を見ていきましょう。ことあるごとに訴訟が行われるアメリカでは、同じようなトラブルが起きぬよう結構簡単に法律を作ってしまいがちです。その中には理解しがたい奇妙すぎる法律が数多く存在しました。実際には地方自治体で定められているものがほとんどで、正確には条例なのですが、分かりやすく法律でいきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。衝撃アメリカの変な法律22選。1、ファッションセンスの悪い男性は外出してはいけない。流行の発信地でもあるニューヨークは人も景観のうちということで、外観を乱すことのないようファッションセンスのないトップスとボトムスが合っていない男性の外出を禁止する法律があります。2、魚を泥酔させてはいけない。魚を泥酔させる物質を流している可能性がある工場を抑えるため定められた法律だろうと予想されていますが、それならば簡単にそのような物質は川へ流してはいけないという法律にすればいいのでは。真相は謎です。3、朝の7時前に家から逃げ出したカナリアを探すために口笛を吹いてはいけない。カリフォルニア州のバークレーで定められている法律。なぜこんなにも具体的なルールができたかは不明ですが、早朝の口笛をうるさく思ったご近所とのトラブルがあったのでしょう。4、熊同士でレスリングをしてはいけない。まさかの熊に対する法律かと思いきや、人間が熊同士のレスリングを見せ物としたり、そのチケットを売買することを動物愛護の観点で禁じている法律でした。5、遺体の前で汚い言葉を吐いてはいけない。どうしたらそのような状況が生まれるのか、汚い言葉を吐いた人と遺族との間でトラブルでもあったのでしょう。6、音程を外して歌ってはいけない。音痴の人は歌ってはいけないのでしょうか？よほど歌が上手な人でない限り音程をパーフェクトに歌い上げることは難しいと思いますが、カラオケ好きの日本人にとっては心臓に悪い法律ですね。7、キスは60秒を超えてはいけない。メリーランド州のハレソープで定められている法律。60秒以上キスをすると誰に迷惑がかかるのか、誰が時間を計っているかも分かりませんね。8、性愛する動物は40ポンド18キログラムを超えてはいけない。動物のためにそういった行為自体を禁止にしてほしいものです。18キログラム以上ではなく18キログラム未満という点もますます疑問です。9、山嵐と性愛をしてはいけない。山嵐の鋭く丈夫な針はアルミ缶をも簡単に貫通します。そんな動物と性愛に挑んだ人間がいるのでしょうか？彼が無事だったのか気になるところです。10、ゾウ、ヤギ、ワニをパーキングメーターにつなぐ場合は料金を入れなければならない。ゾウ、ヤギ、ワニと具体的に3種が挙げられているということは、この3種を実際にパーキングメーターにつないだ強者がいるのでしょう。馬が車両扱いになるということは聞いたことがありますね。11、同じ物干し竿に異性の下着を干してはいけない。男女の下着が一緒にあると性愛を連想してしまうからなのではないかと言われています。土地柄的に性に関することには非常にデリケートなのだとか。12、アイスクリームをズボンの後ろポケットに入れてはいけない。これは古くに定められた法律で未だに残っています。その昔、馬の窃盗方法として用いられたのがこの後ろポケットにアイスクリームを入れるというもの。そうすることで盗んだんじゃない、馬が勝手についてきたんだと言い訳ができたからだと言います。人参じゃないんですね。13、他人の手足を噛みちぎってはいけない。先ほどまでのちょっと笑ってしまう法律とは打って変わって、何があったのか想像したくもない恐ろしすぎる法律です。誰かの手足を噛みちぎるという行為は1年から最長20年の懲役とみなされます。14、他人のザリガニを捕まえてはいけない。ルイジアナ州では他人のザリガニを盗むことを非常に厳しく禁じています。法律では被害金額が500ドル未満の場合は6ヶ月以下の懲役、または500ドル以下の罰金、1500ドルを超えると10年以下の懲役、または3000ドル以下の罰金が課せられます。15、ヘラジカに
アルコール飲料を飲ませてはいけない。アラスカ州のフェアバンクスではヘラジカにアルコール飲料を飲ませることは非常に重い犯罪とみなされます。体長3メートル、体重700キログラムにもなる巨大なヘラジカが酔っ払ってフラフラ歩くことになれば、ヘラジカ自身も周りの生き物にとっても危険です。16、一度に3人以上の人にお酒をおごってはいけない。ネバダ州のニアラでは一度にお酒をおごれるのは2人まで。お酒が入って気分が良くなった誰かがとんでもないおごり方をしてしまったのでしょうか。17、日曜日にメリーゴーランドに乗ってはいけない。日曜日は遊園地がにぎわうと思うのですが、メリーゴーランドだけはガラガラなのでしょうか。実は日曜日に〇〇はダメシリーズの法律は多く、これにはキリスト教の礼拝が行われる日だからという理由があるようです。18、猿にタバコを吸わせてはいけない。猿が人間の真似をしてタバコを吸うのを面白がり、タバコを与える人が増えたのだそう。しかし猿も人間と同じくニコチン中毒になってしまうため、猿の健康を考え法律で定められたようです。19、教会でおならをしてはいけない。ミズーリ州のセントルイスでは教会でのおならは法律違反になり、しかも最悪の場合終身刑に処されてしまいます。正確には教会での著しい悪行を禁止されており、過去に何度かおならが著しい悪行として裁判で判決されたことから、教会ではおならをしてはいけないと解釈されているのだとか。20、ニワトリは道路を横切ってはいけない。ジョージア州のクイットマンに実在する法律で、全米でもバカみたいと有名なようです。どうやってニワトリに守らせようというのでしょう。もちろん罰金を払うのは飼い主です。21、掃除機を貸してはいけない。掃除機を貸すことに何の問題があるのだという感じなのですが、この法律はある人がゴキブリが入り込んだ掃除機を隣人に貸し、隣人宅でゴキブリが発生してしまいトラブルになってしまったためだといいます。22、他の男の妻や牛の夢を見てはいけない。この法律が定められた理由については何も見つかりませんでしたが、間違いなく存在する法律です。夢をコントロールしろというのでしょうか。人の見た夢など誰がわかるのでしょうか。百歩譲って他の男の妻はいいとして、なぜ牛がダメなのでしょうか。ツッコミどころが満載すぎてついていけない法律です。以上、アメリカの変な法律22選でした。いかがでしたか。この先今回出てきた法律で裁かれてしまう人は出てくるのでしょうか。他にも変な法律が山ほどありましたので、またお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。驚愕ランキング、毎週金土日18時30分更新。チャンネル登録よろしくお願いします。